ク・ザ・ムービーはセガのゲームソニックシリーズをベースにした2020年公開のアクション・アドベンチャー・コメディ映画。映画シリーズの第一弾として企画されたジェフ・ファウラー。脚本をパトリック・ケイシー、ジョシュ・ミラーが担当。ソニック・ザ・ヘッジ・ホックの声をベン・シュワルズ、ソニックの宿敵ドクター・ロボトニックをジム・キャリーが演じる。他にジェームズ・マースデン。 ティカサンプターが出演。宇宙の果てで平和に暮らしていたソニックは、ある日その強い力を狙うナックルズ族に襲われることになる。その際、ソニックの育ての親であるフクロウのロングクロウが怪我をしてしまう。ロングクロウは彼を守るために、他の惑星へのポータルを作り出すことができるリングで、地球への道を開いて、彼を逃がす。消えゆくポータルの向こう側で、ソニックが、 最後に見たのは、ナックルズ族に立ち向かうロングクローの姿であった。それから10年後、ソニックは、モンタナ州、グリーンヒルズの街の近くで、誰にも見つからないように一人での生活を楽しむ。一方で、孤独な生活による寂しさも感じていた。そんな中、ソニックが観察して楽しんでいる人間の一人である、グリーンヒルズの保安官トムとその妻であり、獣医師であるマディが、 トグの夢でもあるサンフランシスコ市警察への転職のため近いうちにサンフランシスコに引っ越すことを計画していることにソニックは気づく。ある夜一人で野球をしていたソニックは自らの孤独を再認識しその気持ちを書き消すかのように超音速でグラウンドを走り回ったことで太平洋岸北西部全体の電力を破壊するほどの電磁パルスを発生させてしまう。翌日 電磁パルス発生の原因を解明するためにアメリカ軍による調査が開始されるも国防総省からの依頼により調査に参加した天才科学者のドクター・ロボトニックが調査の指揮をすることになる。ドクター・ロボトニックは大量のドローンを使ってソニックの痕跡を発見しその行方を探すことにする。トムの小屋に逃げ込んだソニックだったが油断していたためトムに見つかり、しかも 麻酔銃で撃たれてしまう。その際に偶然開かれたポータルがサンフランシスコへと通じたことでリングが入った袋を誤ってサンフランシスコに送り込んでしまう。ソニックの存在に驚くトムだったが痕跡を追ってきたドクターロボトニックがトムの家にたどり着いたことでソニックを助けることにしぶしぶ同意し二人でその場を逃げ出す。 二人はトムをテロリストとみなすドクターロボトニックから逃げつつ、本当の友達が欲しいと願うソニックの気持ちをトムが知ることで徐々に絆を深めていく。ドクターロボトニックはソニックの体から抜け落ちた針を手に入れ、その力がロボットに燃料を供給する可能性があることを発見する。そしてさらに多くの力を手に入れるためにソニックを捉えることに躍起になる。 ドクターロボトニックからの逃走中、トムはソニックにグリーンヒルズから引っ越すことについて話すのだが、ソニックは彼の考えに同意できないと述べる。そうこうするうちにロボトニックから送り込まれたドローンが二人に追いつくが、二人で力を合わせて倒すことに成功する。しかし、倒した直後の爆発により、ソニックが負傷してしまう。二人はサンフランシスコに到着し、 トムはソニックをマディのところへ連れて行き、治療してもらう。実施の家に滞在中のマディに、トムが状況を説明している間、ソニックはマディの命から新しいスニーカーを受け取る。そして、3人はソニックのリングが入った袋が落ちた場所であるトランスアメリカピラミッドに向かい、リングを取り戻す。しかし、ホバークラフトに乗ったロボトニックが現れ、攻撃を始めたので、 ソニックはトムとマディを救うためにやむなくリングで持って二人をグリーンヒルズに送り返す。ソニックはロボトニックから超音速で離れるもロボトニックは彼の針の力を使って超音速に合わせて追ってくる。二人は世界中を駆け回り最終的にグリーンヒルズへと戻る。そこでようやくロボトニックはソニックを無力化するがトムや 他の町民が助けに入ったことで、ソニックは復活し、さらには失われていたエネルギーを取り戻す。今度は、こっちの番だとソニックは超音速で、ロボトニックを圧倒し、キノコの惑星に彼を送り込むことで彼を倒す。事件の後、トムとマディはグリーンヒルズに留まり、ソニックは彼らと暮らすことにする。アメリカ政府は、厄介者でもあった。 ロボトニックの存在の記録を含む事件のすべての証拠を消去する。しかし、そのまままだソニックの針を所持している。ロボトニックはキノコの惑星で生き延び、ソニックへの復讐を企て始める。クレジットの途中でテイルスがソニックを探してリングポータルから現れる。2013年ソニーピクチャーズエンタテインメントはソニックシリーズを原作とする映画の制作。 配給権を得た。2014年6月10日、ソニーピクチャーズとマーザーアニメーションプラネットの合弁事業としてソニックシリーズの実写アニメーション映画が制作されることが発表された。制作はオリジナルフィルムのニール・エイチ・モリッツと共に伊藤武氏、三エオトール・中原が務め、原案となるストーリーはエヴァン・サッサーとバンロビジョーが務める。 2016年2月、セガの CEO の里見治は映画が2018年に公開予定と述べた。ブランスタジオのティム・ミラーとジェフ・ファウラーが2016年に本作の企画につき、ファウラーは自身初となる長編監督となり、また、ミラーとファウラーは共に制作指揮となった。パトリック・ケイシー、ジョシュ・ミラーが脚本を担当した。2017年10月2日、 パラマウント映画はソニーピクチャーズのコロンビアピクチャーズの方針転換により権利を獲得したことを発表した。ただし大部分のプロダクションチームには変更はない。2018年2月本作がアメリカで2019年11月に公開予定と発表された。さらに2019年5月には同国での公開予定が2020年2月14日に 延期となることが発表された。2018年5月29日、ポール・ラッドが主要な役のトムとして交渉中であることが報じられたが、後に否定された。数日後、ジェームズ・マースデンが未発表の役にキャスティングされたことが発表され、後日それがトム・アカウスキーであることが明らかになった。2018年6月、ティカ・サンプターがキャストに加わった。 ジム・キャリーは敵のドクター・ロボトニックを演じる。2018年8月、ベン・シュワルズがタイトルキャラクターの声を演じることが決定した。数日後、アダム・パリーとニール・マクドのデブス・ハワードとエルフィナ・ラックがキャストに加わった。主要撮影は2018年7月24日に始まり、2018年10月16日にバンクーバー、レディ・スミス、 バンクーバー島で終了した。ポストプロダクションとニューヨークでのジム・キャリーのシーンの追加撮影は10月に行われた。VFX はインダストリアル・ライトマジック・ブラースタジオ・デジタルドミン・ムービング・ピクチャー・カンパニーが担当した。プロダクションチームはリアリスティックなソニックを作り出し、怪我は新しいランニングシューズ一つにつながっていない目などの要素を加え、 より人間的な体格をしたリアリスティックなソニックを作り出した。チームは CG キャラクターを現実世界に取り入れるため、テットに登場する生きたテディベアのテットを参考資料とした。制作葬式のティム・ミラーは、もしカワウソのようにしたら、変だし、裸で走り回っているように見えてしまう。私たちにとって、毛皮は普通のことだったし、他の手法は考えなかった。 彼を現実世界に取り込み、リアルな生き物にするために必要なことだったと述べた。ミラーによれば、セガはソニックの目のデザインを完全に満足したわけではなかった。そのヒューマノイドのような容姿は視聴者に不気味の谷現象を勇気するものと表現された。トレーラーの公開から2日後となる2019年5月2日、最初のトレーラーに対する視聴者の反発や、 ファンが制作したものの方がより良い評価を得たことを受け、ファウラーはツイッターで本作の公開前にソニックを再デザインすることを発表した。この時点では、本作の2019年11月の公開予定に変更がなかったため、メインキャラクターのデザイン見直しによって VFX チームの作業環境が悪化することも懸念されていたが、その後、 2020年2月14日への公開延期が発表されている。2019年2月、ジャンキー XL が本作の音楽を担当することが決定した。本編にも出演しているリフラフもサウンドトラックに参加する予定となっている。2018年12月6日、ブラジルのコミックコンエクスペリエンスでテスト映像が上映された。2018年12月10日、 新たにデザインされたソニックの初披露となるティーザーポスターが公開された。デザインは批評家やファンからほとんど否定的な意見を受け、また同様にビデオゲームを実写化した2019年の映画としてポケットモンスターのキャラクターに同じく毛皮や肌の質感を加えた名探偵ピカチュウとも比較された。オリジナルのソニックシリーズのゲームを制作したソニックチームの元メンバーは このデザインに驚きを表明した。本作の2番目のポスターは、最初のポスターの公開後間もなく、オンラインでリークされた。ファンはゲームへの忠実さの欠如を訴え、ソニックの足のポーズへの批判としてそのポーズを、ユーザー自身の足で再現したものが、インターネットミームとなった。一方、本作の公式ツイッターアカウントはソニックが、キャンと、AI ワークアウト。 と書かれたサインの後ろに立つ画像を投稿した。2019年3月にリークされたソニックのデザイン画像はさらなるファンの批判を浴びた。元ソニックチームの中ユージはデザインに衝撃的と述べソニックの頭身と腹部のバランスの悪さを指摘した。2019年4月4日ラスベガスのシネマコンで最初のトレーラーが初めて上映され4月30日にオンラインで 公開された。トレーラーはほとんど否定的な評価を受けた。ソニックのデザインは特にそのヒューマノイドのような容姿を批判されたが、ドクター・ロボトニックを演じたキャリーの場面は多くの賞賛が集まった。クーリオのギャングスタズ・パラダイスを BGM として使用することも不適切として批判を浴びた。一方でシーネットのショーン・キーンはユーモアと 原作ゲームへの言及を称賛した。このトレーラーは24時間以内に1200万の視聴回数で高評価が17万5000以上に、対して低評価が26万8000以上となった。公開から2日以内に YouTube での視聴回数は2000万回を突破した。日本語吹き替え版ではソニックアドベンチャー以降ゲームやアニメでソニック役を担当している。 金丸淳一ではなく本作品では俳優の中川博士が担当している。中川はインタビューで小さい頃ソニックのゲームをやっていて自分で良いのだろうかという不安と恐怖もありましたがやるからには一生懸命自信を持ってやろうと思いましたとコメントしている。中川と共演歴があり本作でジムキャリー演ずる ロボトニックの声を担当した山寺光一は中川の演技に賛辞を送っている。本作は当初、コロンビアピクチャーズにより2018年の公開が予定されていたが、パラマウント映画は公開予定日を2019年11月15日へ再設定。さらにその後、アメリカでの公開予定は一週早い同年11月8日に再変更されていた。 2019年5月、監督のジェフ・ファウラーは、ソニックの再デザインを理由に、同国での公開予定日を2020年2月14日へ再延期すると発表した。これにより、日本での公開予定も2019年12月から2020年3月27日に延期され、さらに、日本における新型コロナウイルス流行の影響で、 最終的に同年6月26日の公開となった。ありがとうございます。